兄さん、ねえねえってば、せっかく招待状をもらったんだし、一緒にリリア・ヴァン・ルージュさんの送別会に行こうよ。兄さんは寮長の集まりで彼と顔を合わせることも多かったんじゃないの？別にリリア氏とは友達でも何でもないし、顔見知り程度ですし、送別会なんか行っても別れを惜しんで語れるほどの思い出とか全然ないですし。そんなことより僕は昨日でネトゲを引退したマッスル紅石との別れが辛すぎて。ああ、そういえばマッスル紅さん、ゲームやめちゃったんだっけ？詳しくは聞いてないけど、リアルの事情らしい。引退と同時にきっぱりとゲーム用マジカメアカウントも消しちゃったし、2年以上ほぼ毎日メッセしたり一緒に遊んでたらなんて死が初めてだったのに。そうだよね、兄さんってスキル高いからいろいろなギルドに誘われるけど、ギルド内の無意味なローカルルールに従うのが嫌、強くもない子さんに生きられるのが嫌、そもそも慣れ合いが嫌とか言ってすぐソロに戻ってたもんね。そもそも拙者、他人と協力するタイプのマルチプレイのゲームに向いてないんで。だけどマッスル紅さんとは MMORPG から FPS まで何でも一緒に遊んでた。そんな友達は僕が知ってる限り彼しかいない。なのにこんなに急にあっさり縁が切れるなんて、やっぱりネット上のつながりなど脆弱で希薄だが、そこがいい。無理、つら、もう二度と友達なんか作らん。そんなこと言わないでよ兄さん。あ、そうだね、僕がマッスル紅さんの所在地を調べてあげようか。直接会いに行けばいいじゃない。ビビー、それは言われのない誹謗中傷とかを受けた時以外は絶対やっちゃダメなやつ。それに拙者なんかが会いに行ったらきっと迷惑するよ。そんなことないと思うけどな。そんなことあるの？拙者のような非リア充の陰キャオタクとオフで遊んでも楽しいわけないし。無理、あと1万年はベッドから出られない。オルト、リリア氏の送別会には一人で行って。はぁ、あ、分かったよ。なるべく早く帰ってくるから元気出してね、兄さん。そうだよ、リアルで僕と遊びたい人なんかいるわけない。でもやっぱり最後に勇気を出して連絡先くらいは聞いておけばよかったかな。